ジョン・ニューベリー賞は、例年、アメリカ合衆国における最も優れた児童文学の著者に与えられる賞である。アメリカ図書館協会の下位組織であるAssociation for Library Service to Childrenが運営している。1922年に開始された世界で最も古い児童文学賞である。名称は18世紀の児童書出版社であるジョン・ニューベリーにちなむ。ニューベリー賞のメダルはルネ・ポール・シャンベランがデザインし、フレデリック・G・メルヒャーが作成した。裏面には男の子と女の子に自分の作品を読み聞かせる作家の図が描かれている。例年、受賞作の他に佳作も選ばれる。コールデコット賞とニューベリー賞はアメリカ合衆国において最も重要な児童文学賞だとみなされている。毎年1月に受賞者が発表されると書店はその作品を大売り出しにかかり、図書館はそれを注文し、教師は授業計画にそれを加える。多くの書店、図書館がニューベリー賞専用棚を設け、テレビ番組は受賞者にインタビューし、教科書には受賞作のリストが載り、また多くの修士論文、博士論文がニューベリー賞受賞作をテーマにして書かれる。なお、佳作に対してはザ・ニューベリー・オナーが与えられる。1971年に始まったニューベリー名誉賞は、その年に書かれたのではない作品に対して遡及的に与えられることもある。ニューベリー賞を複数回にわたり受賞した作家は6人しかいない。E.L. カニグズバーグ、ジョセフ・クラムゴールド、ロイス・ローリー、キャサリン・パターソン、エリザベス・ジョージ・スピア、ケイト・ディカミロはそれぞれニューベリー賞を2回受賞している。ニューベリー名誉賞を最も多く受賞した作家は、ローラ・インガルス・ワイルダーである。彼女はこれを5度にわたり受賞している。2008年10月、児童文学の専門家、アニタ・シルビーは、作品の選択が子供には難解であるとして、委員会を批判する記事を誌に発表した。コロンビア大学教育学部のルーシー・コーキンスもそれに同意している。セント・ジョーンズ大学の文学教育の准教授である、ジョン・ビーチは、大人が選ぶ、児童書と子供が自分で選ぶ、児童書を過去30年間にわたって比較し、後者と前者の間に 5% しか重複がないことを指摘している。ABC リー・シュトラウス、バレリー、プロット・ツイスト、ザ・ニューベリー・メイ・断片キッズ・リーディング。ワシントン・ポスト、ピアニッシモ、ページ C01、http://www.weshtyn/content/article/2008-2020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 20-2020-20202009年2月24日閲覧Terms and Criteria Association for Library Service to Children 2009年1月28日閲覧ありがとうございます。